はい、じゃあよろしくお願いします、今回は高校数学数2の加法定理丸1をお送りします。で、ここからタイトル変わってね、加法定理をやっていくんですが、今回は久々にポイント、まず、公式なんだけどね、それがある状態で全部で7問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番の公式からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、行きましょう。でも加法定理って言ったらこれだよね。サインプレートはアルファプラスベータとか、またマイナスバージョン、コサインもそうですけど、あとでタンジェントも出てきますけどね。まず今回はサインコサインやっていきます。で、もうこれはひとまず書きましょう。まずサインの方ね、こっちのグループは最多コスモス、コスモス最多とかね、いう先生いっぱいいますけど、いろんな覚え方もね、ひとまず何でもいいんだけど、サインアルファコサインベータで、後ろがその逆です。コサインアルファ、あ、順番だとどうかな、あ、いっか、コサインアルファでいいね。アルファ、サインベータです。だから、最多コスモス、コスモス最多とかっていうね、いう覚え方もあるんですけど。で、サインバージョンは両方とも同じです。組み合わせは。だから、サインアルファ、コサインベータです。で、こっちが、コサインアルファ、サインベータ。だから同じね。サインアルファプラスベータもサインアルファマイナスベータも。で、気をつけるのはここの符号だけです。で、サインはここと同じになります。連動する。だからここがプラスなんで、ここはプラスなんです。で、ここマイナスだからここマイナスだよっていう。これがサインの方の公式。いいね。サインコサイン、コサインサインの組み合わせで符号が同じだと。で、今度はコサインバージョンです。まずコサインバージョン、パーツが変わります。で、パーツは、コサインの方は、コサイン、コサインでいきます。だから、コサインアルファ、コサインベータです。で、後ろにサイン、サインが来る。サインアルファ、サインベータ。で、これはマイナスバージョンも同じ。コサインだったら、コサインアルファ、そして、コサインベータです。で、サインアルファと、サインベータになります。だからパーツは同じね。コサインはコサインで同じだし、サインはサインで同じやと。で、コサインの方は符号が反対になります。だからここプラスなんで、ここマイナスね。で、ここがマイナスなんで、ここがプラスというふうになります。で、これは絶対に覚える。いいね、この公式はね。で、それ使って下の値を求めていきます。まずコサイン75度から。で、どう考えるかっていうと、現段階で、例えば30度、45度、60度、まあ、90度もそうだし、あとは120度、135度、150度とか、それは知ってるじゃんか。コサイン60度はいくつとか。でも75って知らないのね。じゃあ、知ってる数字に分ければいいじゃんって考える。で、例えばだけど、75だったら、40、なぜ40って書いて、普通に間違った、ごめん。45。度足す30度って考えます。で、こうするとコサイン45度もコサイン30度、まあ、45度も30度も数字を知ってる値でしょ。だからそれに分解するの。これを60度いけるんだけど、60と15に分けると15度がいけないので、必ず両方とも知ってる数字に分けてください。45と30ね。で、そうすればコサインカッコ45度プラス30度、コサインでホニャララ足すホニャララ、このバージョンになります。コサインホニャララ足すホニャララってね。だからあとあの公式にぶち込むだけだと。で、コサインだから、コサインコサインなので、まずコサイン45度で、コサイン30度が来る。で、コサインのプラスの時は符号が変わるのでマイナスだと。で、後ろはサインサインだから、サイン45度、そしてサイン30度って、こうやって公式を使う。で、こっから全部数字置き換える。めんどくさいんだけど。で、コサイン45度ルート2分の1でしょ。一応書いておこうか。ルート2分の1かけるコサイン30度、これ2分のルート3
で、マイナスやからマイナス sin45 度もルート2分の1かける sin30 度2分の1。はい、全部数字置き換えましたよって。さあ入るか、うわ右に上がっとる。で、これですね、分母がこっち2ルート2なんです。で、こっちも2ルート2なんです。だから通分できる、通分じゃねえや、同じだからまとめることができる。で、下を2ルート2でまずまとめてしまって全部乗せます。ここ2ルート2分のルート3だからルート3です。で、マイナス2ルート2分の1やから1となります。で、これで終了じゃダメだよ、まだダメで、何がダメかっていうと、最後有理化します。分母にルートあるとまずいからね。だから分母にも分子にもルート2をかけてあげる。そうすると、さあちょっと待って、これどこまで入る、あ、ここギリ入るね。ルート2をかけるから 2×2 になるので、ここ4になります。下にルート2かけると、で、上にもルート3にも1にも全部ルート2をかけるから、ルート3にルート2をかけるとルート6、1にかけるとそのままルート2だから、4分のルート6マイナスルート2、これが答えになります。めっちゃギリギリごめんねっていう感じで、次105度ですね。で、105度も何に分けるか、だからね、知ってる数字で分けたいので、今回は60度プラス45でいこうか。105になるもんね。60度も知ってるし、45度も知ってると。ね、これは詰めなきゃいけないってことを今学んだので、ちょっとちっちゃく書こうか。サイン、ホニャララ足すホニャララ、このバージョンです。だからまずサインコサインだから、サイン60度で、コサイン45度。サインは同じ符号だからプラスです。で、次逆です。コサイン60度で、サイン45度と。だいぶ詰め込めたね。こんな感じになる。で、あとは置き換えるよ。サイン60度2分のルート3かけるコサイン45度ルート2分の1で、プラスコサイン60度が2分の1で、サイン45度がルート2分の1と。はい、で、またまとめると、これ両方とまた分母が2ルート2になります。こっちもこっちもね。だから2ルート2分のこっちルート3です。こっち1です。だからルート3プラス1と、こうなる。で、さっきと同じように分母分子それぞれにルート2をかけてあげて、4分のここにかけるとルート6、ここにかけるとルート2、これが答えになります。よし、で、最後15度ですね。で、15度は60度マイナス45度。60-45、15だからね。これでやっていこう。上と同じで60と45上がるからさ。で、今回はサインでマイナスバージョンだからこれ使います。で、パーツとしてはもうこれと同じだよね。サイン60度サイン45度。ただここがマイナスになります、今回ね。で、コサイン60度サイン45度です。で、一応書きますけど、これ上全部同じだからね、ここと。だからこれ結局同じになって真ん中がマイナスになるだけなんですけど、一応書いていくと、サイン60度2分のルート3で、サイン45度。はい、間違ってるよ、コサインだよ、ごめん。コサインね。で、コサイン45、まあ変わんねんか、ルート2分の1か。で、マイナスのコサイン60度が2分の1で、サイン45度がルート2分の1と。で、2ルート2でまとめられて、ここがマイナスになってるから、まあこうなると。で、上と分母と分子ね、両方ともルート2をかけると、ちょっと右に上がってったな。よいしょ。4分のルート6マイナスルート2と。これで終了になります。だから5番と同じなんだよね、これ答え、7番が。で、これ同じの理由は、単位を書いてやるとね、同じになる理由もわかるんですけど、ちょっと今回はね、ここにちゃんと注目したいので、そこはちょっと省きます。
いいかな。まずこれがね、サインとコサインの加法点の使い方となっております。では今回は高校数学数2の加法定理丸1をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、丸1タイトルついてますので、次丸2が続きます。なのでもしよかったらそっちの方も見てみてください。もうじゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。